にちは、ヘアメイクアップアーティストの永井香織です。今日は久しぶりの海外旅行ということで韓国に行っていきたいと思います。イエーイ。大人女子旅になっておりますので、女子3名の旅になります。これを機内に持ち込んだのは、肩こりもひどいし、体勢疲れた時にこうやってこうやってですね、ちょっとゆらゆらしたりですね、こんな感じで自分の気持ちいいところにこう置いて過ごしたり、こんな風にしてちょっと体勢が辛い時なんかにケアするように、飛行機とか新幹線のところこれ結構持ち歩いて持ってきたりします。到着しました、韓国です。雨ですけれども楽しみたいと思います。イエーイ。近かった。複数人で旅するときに便利だということで、このワウパスというのを購入してみて、借りしやすいということでグループ旅に行ってみました。広いね。モスラ、モスラだね。見てください、韓国っぽいよ。こういうほら、こういうのことだった。あー、でも雨なんだよね。あー、ほんとだ。全然撮んない。まだカメラ OK？ 撮ってる、撮ってる。お待たせしよう。今回の旅の、お手入れ品、持ってきたものをご紹介。ポイントメイクリムーバーはラロッシュポゼのアイメイクリムーバーを詰め替えてきました。クレンジングローションで拭き取ろうと思って、これビオデルマのクレンジングローションを。クレンジングクリームはもちろんカバマ。酵素洗顔は石器製持ってきました。洗顔後のお肌は真空の、ミストローション、これトライアルサイズで小さいのがあったので持ってきました。本格的にジャブジャブローション、エリクシールの、ホワイトニングタイプ、美容液でエリクシールのリンクルクリーム、朝はラロッシュポゼのトーンアップのロゼ、シャンプートリートメントはワフィトの、限定サイズポロロッカマルチプロテクトバーム。おはようございます。昨日はですね、タコをいただいて、その後屋台みたいなとこでマッコリをいただいたのですが、あんまむく、なんか高知旅の時ほどむくんでないんだけど、今ミストローション浴びて、で頭皮につけるねエッセンスを忘れてきちゃったの今回。なのでちょっとミストローションをそのまま頭皮にもつけてます。はい、乾燥させたくないので、ちょっと今日はそんな感じで今回しのぎます。真空のミストローションしたので、次はザブザブローションのエリクシール。ちょっとたっぷりめにつけたんで、これで軽くマッサージを、ちょっとねローションでマッサージ普段はあんまね適してないけど、ちょっとたっぷりのせたんでマッサージします。ちょっとタコの動きで、タコ美味しかった。エリクシールの美容液です。マルチバーム、ちょっとこれ髪につけます。髪洗った状態です。今日のメイクはですね、やっぱり今日も雨でですね、湿気がすごいんで、ちょっとお
粉も乗せてさらっと快適に仕上げたいな。頑張るために高見サプリ、これはいつも飲んでる腸活ビーマイフローラ、韓国だからね、アイムミミだよ。もちろんロジオザバリスポだ。ちょっとね、むくみ解消のためにも美肌ゾーンをグッと持って引き上げます。今回持ってきたのも5分メイク動画でも使ったアイムミミのアイムヒドゥンカードパレット003にしたよ。アイシャドウもチークもついてるからね、ハートチークにする。あ、コスデコのコンシーラー持ってきた。ちょっとやっとこう。アイシャドウこことここ混ぜてます。ここで粉のしちゃう、アイシャドウとチークを蓋しちゃう。これ限定なんだけど、スナイデルのプレストパウダー UV、 ちょっとさらっと快適に、湿度ありますので快適にしたく、きちんと粉をちょっと全体的にのせていきます。アイシャドウもホールドしちゃう。結構トーンアップはしますのでお首まで塗ります。むくみまぶたにはアイプチのビューラーいいね。ちょっとなんか青っぽい、ネイビーっぽい色。アイプチのマスカラ、カール力高くて、これだけは下地なしでも結構上がります。朝だから声出ないな。ケイトで、アイシャドウも重ねて二重にダークなカラーをのせて、アイラインも粉をかけてフィックス、粉っていうか二層式ジェルの上から同系色のアイシャドウをつけて、ちょっとなるべくサラサラにします。やるよ、ウブフワ眉、長い色新型眉。今回はフジコの01、いつも結構02推奨してるけど、私ちょっとあの02現場バッグ入ってるんで01で、ヘビーローテーションの08番のペンシルがグレージュっぽく使います。もちろんの般若。とりあえず仕込みで、ボビーブラウンの新しい、エクストラリップティント527、今回旅のポーチに入れています。持ち歩いてます。これ引き込みで塗っとくね。すごい上げ上げすぎてクレポのリップを持ってきたんだよね。ルージュクレームマットの112のネオンコーラル、いつものアイブロウで涙袋の支えの攻撃をさせてください。はい、全部やったね。サラサラチェック OK。 はい、今回こんな感じで2日目楽しんでいってきます。おはようございます。2日目の朝です。ぶっかんまりです。おいしい。タクシーで移動しておりますが、まだ崩れておりません。心地よい感じで経過中です。チェンマイソウルです。どうもどうもどうも。何か買ってきましたか？はい、行ってきました。フレッシアンという日本未上陸のブランドで、あのクッション、トーンアップクッションを買えたので、これがすごい良かったです。
後でレビューします。安いよね、クッション大国だからね。まず朝、雨の、だからほら、ね、崩れないメイク一人で頑張ったんですけど、その後朝、メイクした後朝一で湯気湯気のタンバリンを食べました、湯気湯気とともに。で、雨の中いっぱい遊びました。一緒に乗りながら遊びました。7、8時間遊んで、崩れてなくって、さらに今からサムギョプサルをいただく。全然崩れてないね。直してない、パウダー持ってきたけど直してない、リップだけ。やっぱりね、崩れないメイクは朝にの、やっぱり朝ちゃんとやるかということにかかってるんですよ。崩れないメイクの細かなテクニック、今日の動画もありますけれども、すでに公開中の崩れにくいメイクの動画を何度もご覧ください。マジ？おはようございます。2日目の朝ということで、今日は帰国になりますが、お肌どうでしょうか。いい感じに、1日目と同じスキンケアで、保湿して寝ました。でメイクは今日はちょっとライトめに、アイメイクとかも薄めで飛行機乗るので仕上げましたけれども、肌の状態も最後までいい感じで、心地よく過ごせました。イエイ。やっと雨が上がりました。帰国になりますということで、2泊3日の韓国大人女子旅が終わりましたけれども、最後の日になって雨が止んだんですけれども、はい、雨で、しかも久しぶりの海外で、なんかいろいろ分かんないっていうのもあり、初日は本当に大変だったんですけど、すっごくこうビューティーなやっぱり国だなって思いまして、世界中のみんながやっぱり注目しているトレンドの国だっていうことが分かりました。ということで、今日の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。そしてコメントもお待ちしております。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。あ、待って、リップ塗ってた。バイバーイ。綺麗です。